そもそもなんですけど、つくよこちってどこの大学なんですか？つくよこちは関東にあるハイレベルな国立大学群、筑波大学、横浜国立大学、千葉大学です。関東にある大学群なので関東出身じゃない人にはピンとこないかもしれませんよね。でも実は民間企業の人事からはマーチ、官官同率と変わらない扱いを受けているかも。そうなんですか。確かに国公立大学って私立大学より就職弱いイメージですけど、氷華さんが前に説明してくれた話だと東大よりも早慶の方が民間企業の就職に強いんですよね。全ての国公立大学が民間企業への就職に弱いとは言い切れませんよ。基本的には OB、OG の多さや立地などが理由で民間企業への就職は私立大学の方が強い傾向があります。そこで実態を確かめるために、つくよこちの偏差値や有名企業就職率、年収などをもとにつくよこちの就活での立ち位置を解説していきますね。つくよこちなんて知らないし興味ないよって方も、国公立大学の序列がわかるように解説していくので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。本編に入る前に今後もためになる動画を投稿していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。改めてですが、つくよこちは筑波大学、横浜国立大学、千葉大学の3大学のことで、関東では旧帝大に次ぐハイレベルな国立大学なんです。大学名だけ言われてもどれくらい賢い大学なのかわからないと思うので、まずは受験偏差値を見ていきましょう。比較対象として旧帝大の偏差値も合わせて紹介しますね。旧帝大でも東大京大は頭一つ抜けていますよね。つくよこちと同じレベルの大学というと、大体東北大学や大阪大学が当てはまっているのがわかります。つくよこちなんて聞いたことないよなんて思っている方は、とりあえず旧帝大の次ぐらいに難しいと思っておいてくださいね。つくよこちの偏差値は分かったところで、結局気になるのはどこに就職できるかですよね。次はつくよこちの就活実態をお話ししていきます。国公立大学やつくよこちの就活での扱い、早く知りたいです。まずはつくよこちが就活でどんな立ち位置なのかをお話ししていきますね。つくよこちは高学歴なんですが、だからといって民間企業への就職に有利とは限りません。そこで有名企業就職率を元にした就活での立ち位置をご紹介します。つくよこちって偏差値が55から65って言ってましたよね。それなのにマーチ、官官同率と一緒ぐらいなんですか？マーチ、官官同率なんて3教科で入れちゃうのに、国公立大学が不遇すぎますよ。そう思うのも仕方がないですよね。とはいえ、就職の強さは学力だけではなく OB、OG の多さや知名度、大学からの就職支援、有名企業を目指すなら東京へのアクセスも関係してきます。なので国公立大学に入る労力や国公立大学の偏差値と就活での立ち位置は比例しないんですよね。言いたいことはわかりますよ。でもつくよこちがマーチや官官同率と同レベルになってる根拠が欲しいです。そうですよね。どんなデータと元にしてマーチや官官同率がつくよこちと同レベルと言っているのか気になりますよね。そこでここからはつくよこちの就活に関するデータを見ていきましょう。まずはその大学の院進学者を除いた卒業生からどれだけ有名企業に就職できているのかを表す有名企業就職率を見てみましょう。この有名企業就職率を見たら、つくよこちがどれだけ民間企業就職に強いのか簡単に分かっちゃいます。まずは比較対象の早慶、旧帝大、マーチの有名企業就職率から見ていきましょう。データを見てみると、旧帝大の平均が 28.8% で、早慶の平均が 36.9%、 マーチの平均が 20.7% になっていますね。10% 近く差があるじゃないですか。そうなんです。なかなか衝撃的なデータですよね。ではつくよこちの有名企業就職率も見てみましょう。結果は筑波大学が 15.2%、 横浜国立大学が 30.4%、 千葉大学が 16.0% で、つくよこちの平均は 20.5% です。マーチと同じくらいなんですか？しかも横浜国立大学を除いたらマーチ未満じゃないですか。そうなんですよね。もちろん有名企業就職率が全てではありませんが、つくよこちの偏差値の高さや入試の科目数、さらにどの大学も首都圏にある立地を考えると衝撃的ですよね。でもこの数字は公務員志望者が多い大学ほど不利になるので、国公立大学の方が率が低くなる傾向があるんですよね。じゃあ実際の就職先はマーチや官官同率に勝ってるってことですか？この数字はあくまで有名企業就職率で、実際にどこに就職しているのかはわからないです。なので就職先を見てみると、マーチや官官同率では到底無理な超有名企業に就職しているかもしれません。さらに実態を見るために、次は就職先を見てみましょう。では続いてつくよこちの主な就職先を見ていきますね。まずは表を見てみましょう。まずは筑波大学です。筑波大学出身者は筑波大学や筑波大学附属病院など大学関係の就職先が多いですね。また日立製作所や茨城県庁など茨城と関係がある就職先を選びがちなようですね。東京が近いから普通に考えたら東京の企業が多そうなのに意外ですね。つくばエクスプレスの料金が高すぎて東京に行くのが嫌だったりして。続いて横浜国立大学です。横浜国立大学は地元神奈川の富士通や日産に就職する人が多いですね。ちなみに日産は横浜に本社があって、横浜国立大学と提携していたりと結構関係性が深いんです。だからこそ就職が多いのかもしれませんね。
へえ、横浜国立大学って日産と関係が深いんですね。僕は雪里野の出身大学ってことしか知りませんでした。そんなイメージを持っている方も多いですよね。ちなみに俳優の西島秀俊さんも横浜国立大学の出身なんですよ。かっこいいな。最後に千葉大学、1位の千葉大学附属病院が70人と2位の東京都庁28人に圧倒的な差をつけていますね。とはいえ千葉県庁や千葉銀行など地元の千葉で働きたい方が多いようですね。千葉大学の人はよっぽど千葉が好きなんですね。地元愛があっていいですね。三大学の傾向をまとめてみると、筑横地の全ての大学で地元就職やメーカー就職に強いのがよくわかりますよね。確かに他にも有名企業ばっかり並んでてなんか安心しました。富士通とか日立とか日産とか、こんな有名企業に就職してるんだから筑横地の出身者はお金持ちばっかりなんだろうな。確かに有名企業に就職している人が多いならもらってるお給料も高そうですよね。じゃあ実際筑横地の出身者はどれくらい年収を稼いでいるのか、データを見てみましょう。筑横地の就職先は有名企業ばっかりだったし、やっぱり年収も高いんですか？それを確かめるために実際の年収データを見てみましょう。最初に旧帝大の数値を見てみると、東京大学の 1155.3万円がトップで、大阪大学の991万円、東北大学の899万円と続いていますね。最下位の九州大学でも832万円で平均年収の高さがわかります。さすが東大、やっぱり平均年収1000万円を超えてるんですね。しかも旧帝大の最下位でも800万円でしょ。やっぱり高学歴は違うな。さらに続いて私立の総計とマーチを見てみましょう。私立では慶応義塾大学がトップの1010万円で、東京大学の1155万円に食いついていますね。慶応は私立なのに、やっぱり慶応ボーイってやつですかね。元からお金持ちみたいな。もちろんその可能性もありますね。さらにマーチ全体を見てみると、だいたい平均年収は800万円前後なのがわかりますね。では続いて筑横地を見てみましょう。データを見てみると、筑波大学で927万円、横浜国立大学で926万円、千葉大学は不明という結果でした。比較のために旧帝大、総計、マーチの平均を載せていますが、筑横地の出身者は旧帝大と同レベルの年収をもらえているようですね。うわぁ、よかった。やっぱり筑横地とか旧帝大みたいに高学歴の大学ほど出身者の年収が高いんですね。ちょっと不思議なのは、マーチより有名企業就職率が低かったのに、筑横地の方が平均年収が高いことですよね。これはマーチ出身者より年収が高い職種で採用されているからなんです。この理由は次の役員輩出数でわかりますよ。もし役員輩出数が少ないと、筑横地の年収が高いのは年収が高い職種で採用されているからだと言えますね。上場企業の役員輩出数とは、特定の大学出身の人から何人上場企業の役員に出世できたのかを表しています。それでは比較対象のマーチと筑横地のデータを一気に見ちゃいましょう。マーチにめちゃくちゃ負けてるじゃないですか。びっくりしますよね。でもこれはあくまで人数で、出身の学生数が多いほど有利になります。そこで人数ではなく割合を示す輩出数を見てみましょう。輩出数でも負けてるの？そうなんです。横浜国立大学が 3.39%、 筑波大学が 0.89%、 千葉大学が 0.75% です。筑横地の出身者はほとんど役員に慣れていないですよね。給料が高い会社への就職や出世しているというのは間違いのようですね。となると年収が高い職種で採用されている可能性が高くなってきましたね。筑横地は旧帝大の次に難易度が高い超高学歴なので、研修職やコンサルタントとして採用される確率が高いんでしょうね。確かにコンサルなんて響きだけで年収が高そうですね。筑横地を目指していたり、筑横地に在学している方は、企業の規模よりも給料を稼げる職種から就職先を考えるようにしましょうね。はい、ここまで筑横地の受験難易度や就職実態を紹介してきましたが、改めて内容を振り返りましょう。筑横地は旧帝大レベルの偏差値なのに、民間企業への就職ではマーチに劣る結果となってしまいました。でも年収が高いなら結局は勝ち組なんですよね。そう言えるかもしれませんね。もっと長い目で見れば、旧帝大と同じレベルの年収を稼げますし、研究職やコンサルタントなど年収の高い職種に就職しやすいんです。筑横地を卒業して高年収を稼ぎたいなんて方は、筑横地から職種を軸に就職先を探すようにしてくださいね。就活の教科書公式 LINE では、今取り組むべき就活対策がわかる就活力診断と後悔しない就活方法の配信を用意しています。何をすればいいかわからない、就活や将来が不安と悩んでいている方、就活で取り組むべきことを明確にして他の就活生と差をつけたい方、自分の就職したい企業を見つけて就職したい方、そんな就活生はぜひこの動画の概要欄から登録してください。もしこの動画がためになったという方は、動画投稿の励みになりますので、いいね、コメントなどいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。